それでは、ウェンズデーバーサスオーロラ産業、貴族による正義執行、闇企業の陰謀を暴く作戦にようこそ。だから、そのうさんくさい作戦名はやめろって何度言ったらわかるの？とにかく、作戦内容はこうよ。あんたは研究員として、オーロラ産業に正式に招待されてるんだから、そのまま招待状を持って、研究センターに入ってちょうだい。じゃああなたたちは？私と姉貴は、臨時の清掃員に扮して、ビルに潜入するわ。ここまではいいとして、大変なのはこの後よ。最近のオーロラ研究センターは、階層ごとに訪問権限を厳しく分けていて、今ある3つの ID じゃ、高層階の研究室には入れないの。そこで、私たちと合流する前に、なんとかオーロラ産業の S 級科学者を見つけて、ID をコピーしておいて。私、ただの研究員なんだけど、そんな重役できないよ。平気平気。あんたはそこら辺で科学者と適当に話して注意をそらしてくれればいいから。あとは我らが最強無敵の姉貴とアーシャトップハッカーのグレイフォックスに任せなさい。うん、朝飯前。 ID をコピーしたら先に姉貴と13階に行ってて。私は窓の外で待機してるから。え、一緒に行動しないの？その…この人、清掃会社で遅刻を連発して正社員になれなかったから、オーロラ産業に入れないの。安心して。姉貴の手ほどきのおかげで窓にへばりつくくらいちょちょいのちょいよ。そっか。13階に侵入してからがウェンズデーバーサス計画本番よ。いかに大勢の警備員の監視をくぐり抜けながら、誰にも気づかれずに任務を成し遂げられるか。セキュリティゲートと監視カメラは、私に任せて。ざっとこんな感じかな。計画がざっとしすぎじゃない？ 13 階に入った後が肝心でしょ。13階以上のマップは、全部オーロラ社内に紙の書類で保管されているの。だから、ハッキングはできない。それに、セキュリティがアップグレードされたせいで、移動ルートを設計するにしても、S 級権限の身分証をコピーした後じゃないと。大丈夫、大丈夫。前回もグレイフォックスのおかげであっさり入れたんだから。今回は我らがノーラの姉貴がついてるんだし、大船に乗ったつもりで行けばいいよ。わかった。他に何かある？エースは早く帰って明日に備えろ。絶対遅刻するなよ。キルオの研究員は今から一緒に来るように。ID カードを作ってもらう。